自分は他の人より長く多く案件をやっていますよっていうアピールをして目に留まっていただけるように頑張ってますね。お掃除の業界だけじゃなく、いろんな業界フランチャイズってやっぱあると思うので、すごい選択肢としてはいいのかなというふうに思いますね。おつかばちゃんです。イキイキ行列のできるフランチャイズ本部のゴリピーです。さあ今回はですね、副業されてらっしゃる中島さんという方にお越しをいただいております。中島さん、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。まず自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。名前は中島と申します。現在年齢が29歳で、正社員でメーカーの品質保証の仕事をしながら副業に取り組んでいます。今こう副業されてらっしゃるということなんですけども、副業を始められたきっかけって何かあったんでしょうか。やはりその老後2000万円問題だったりとか、物価高とかもありまして、医者の収入プラスアルファで収入の柱っていうのがもう一本あれば精神的にも安定するのかなっていうところで始めたのがきっかけです。なるほど、ありがとうございます。ちなみにどんな副業されてらっしゃるんですか。手取りとデータ入力で、副業というか資産運用になるんですけど、株式投資のやっています。最初は何から始められたんですか。一番最初は株式投資ですね。株式投資はもともとご興味があって始められたような感じだったんでしょうか。株式投資はもう8年前ぐらいからやっていました。もう21歳ぐらいから。そうですね。すごいな。ちなみにその他の手取りとかデータ入力っていうのは、始めようと思ったきっかけとかあったんですかね。株式投資がどうしても安定しなかったっていうのもあって、手取りだったらデータ入力でもう1本もう2本みたいな感じで柱を増やしていきたいなっていうので始めました。なるほど。ちなみにデータ入力というお仕事ってどういったお仕事になるんですか。お客様からこういった情報をまとめてくださいみたいないう要望をいただきまして、それに、Excel だったりとかに情報をまとめていて提出するという風なお仕事ですね。依頼のあった書類とか情報をこうまとめていくようなお仕事ということですね。はい、そうなります。そういうお仕事ってこうちなみにどうやって取ってらっしゃるんですか。主にクラウドワークスを使わせていただいてまして、過去にクラウドワークスで一度やり取りをしていただいたお客様に関しては継続的にお仕事をいただいたりしていますね。クラウドワークスさん経由でのお仕事っていうのは、初回利用とリピートのお客さんだったらどっちの方が多いんでしょう。今はリピートの方が多いですね。始められた当初は もちろん初回の方が多かったと思うんですけど、同じような仕事されてる方って多分たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ね、その中でこう選んでもらうための何か努力であったりとか取り組みってあったんでしょうか。まずレスポンスだったりとか、お客様の要望に親身かつスピーディーに応えるっていうことはとても意識して活動していますね。なるほど。先ほどからこうお話聞いてても優しそうな雰囲気していらっしゃいますもんね。ああ、いいえ、とんでもないです。ちなみにデータ入力の方って売上的にはいくらぐらいあるんでしょう。そうですね、月に3万円から多い時で5万円ぐらいですね。1件あたりの単価ってどれぐらいになるんですか。だいたい5000円とかぐらいになりますね。5000円というのは時間的にどれぐらいかけてらっしゃるんですか。2時間から3時間ぐらい1本にかけてるかなっていうところですね。意外とそんな感じですね。ちなみに今こう背取り株データ入力と3つされてらっしゃるということなんですけども、実際こう正社員として働いてらっしゃるそのメーカーの品質保証というところでいくと、データ入力っていうお仕事はすごい親和性が高い業務かなと思うんですよね。はい。そこでこうデータ入力一本にしない理由っていうのは何かあるんですよ。そうですね、データ入力だけでは月に余ってくる時間みたいなのを使い切れなくて、どうしても暇になってしまうというところがあります。もちろんそのデータ入力だけでたくさんのお仕事をいただけるのであれば、もうデータ入力でずっと入力していった方が効率はいいんだとは思うんですけど、現状そこまでは仕事がないっていう状態ですね。背取りの方ってこうどれぐらいお時間かけられてらっしゃるんですか。背取りは主に土日にはなるんですけど、土日で各1時間から2時間程度かなと思います。少々も月間で7、8時間ぐらい。そうですね。ちなみにその背取りの方は大体どれぐらい月々儲けられてらっしゃるんですか。2万円から3万円ぐらいになりますね。ありがとうございます。ちなみに1日の中で言うと、そういったこう背取りとかデータ入力っていうお仕事ってどのタイミングでされてらっしゃるんですかね。平日はもう主に18時から20時、仕事終わってから帰ってきて2時間とかぐらいやるぐらいの感じですね。お仕事はいつも定時ぐらいで終われるような感じですか。はい、定時が17時なので、もう18時には家にいるような感じですね。なるほど。でも帰られてからもうすぐに副業というようなところですね。はい。ちなみにその副業ってこう会社の方では公認されてらっしゃるんですかね。一応申請をすれば公認してもらえるということで、申請して許可をいただいているような状態ですね。はい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバウルの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。
実際こう月々で言いますと、セドリやデータ入力、まあ、あとは投資という形でされている株なんかを含めると、大体月間でどれぐらい時間割いてらっしゃるんですか？60時間から70時間ぐらいかなというふうに思います。ならすと1日2時間ぐらいのイメージですかね？はい、そうですね。しんどくないですか？今もう慣れました。今のところは大丈夫ですね。ちなみに、まあ、そういった副業なんかを始められてから何年ぐらい経ってらっしゃるんですか？最大で株式投資8年前からで、セドリだったりとかデータ入力っていうのはまあ3年前ぐらいからですね。結構最近なんですね。そうですね。ちなみにその副業で得たお金とかってどういった用途で使われてらっしゃるんですか？主に月の生活費だったりとか、欲しいものができた時に購入したりとかっていうのに使ってますね。さっきこう老後2000万問題とかっていうところでおっしゃっていただいたんですけど、お金の方順調に貯まってますかね？そうですね。正社員としていただく給料の方はそれなりに貯金に回していますので、頑張って老後まで2000万円貯めるぞというところで頑張ってます。高島さん、ちなみになんですけど、まあ、今こうセドリとかデータ入力とかも複数年されてらっしゃるということなんですが、実際こうそれを誰かに教えて、そういうコーチングの部分であったりとか、あるいは複数に人を使ってそういうのをやろうなんていう発想とかっていうのはないんですか？それは考えてはいますね。主にデータ入力になるんですけれども、例えば5000円とかでお仕事をいただいて、それを他の人に3000円とかでやっていただいて、自分は2000円の利益をまあ何もせずに管理だけしていただくみたいないうのをこれからやっていこうかなっていうふうには考えていますね。将来的にどれぐらい大きくしていきたいとかってあります？そうですね、自分はもう本当正社員の給料を超えるぐらい稼ぎたいなっていうふうには思ってますね、うん、いいですね。もし支障がなかったら、その正社員側の給料をどれぐらいお伺いしたいなと思うんですけど、手取りで25万前後ぐらいですね。なるほど。じゃあ結構こう広げていかないとっていうところですね。そうですね。広げるためのこう目処とか、まあ、こういう人にお願いしようみたいなところってもうイメージあったりするんですか？今のところは特にその依頼してる人はいないんですけど、クラウドワークスだったりとかで結構お仕事の評価がいい方だったりとかにちょっとお話ししてみようかなっていうのは思ってますね。なるほど。同じそのクラウドワークスでされてらっしゃる方から広げていこうかなって。そうですね。ありがとうございます。ちょうどこう 2,3 年前というとコロナが流行り始めた頃かなと思うんですけど、そういう副業の業界ってどうですか？そのスタートした頃から比べて、いわゆるこうライバルが多かったりとか、仕事量がこう奪われていくような環境になってたりなんていうことはないんですか？はい、正直すごいありますね。やっぱり一件の案件に対しても応募者っていうのは 2,3 年前に比べたらすごい増えているなっていう印象はあります。それってどうやって切り抜けてらっしゃるんですか？そうですね、自分はこういう実績がありますだったりとか、データ入力を何件こなしてきましただったりとかっていう実績っていうのを添えてメッセージを送らさせていただいたりとかして、自分は他の人より長く多く案件をやっていますよっていうアピールをして目に留まっていただけるように頑張ってますね。なるほど、はい、ちなみに SNS で拡散とかそんなこととかはされてらっしゃらないんですかね？今のところはしてないですね。今後まあ SNS とかでも仕事を取っていけるようにアカウントも作りたいなっていうのはちょうど思っていたところでしたね。 X なんかされる際ぜひ僕もやってますんでフォローお願いします。わかりました、ありがとうございます実際こう仕事される中で苦労とかってあります？副業の方ですか？あ、そうですね、副業の方で案件が少ない月だったりとかあるんですけど、とか継続案件が今月はないですよっていう月、そういう時は自分の目標からこう遠ざかっている感じがして、このままで大丈夫かなって思う時はありますね。あー、なるほど。そんな時って不安になってくるじゃないですか。はい。その不安から逃れるためにやってることとかってあったりしますか？そうですね、もう一旦完全に距離を置いて、ウォーキングだったりとか完全に別のことをして気分転換したりとかしてますね。そうすることで感覚を置いてまた仕事に向き合った時に新しいひらめきがあったりとかもするので。そうですよね、そういうリフレッシュの時間って結構大事ですもんね。そうですね、まあ、今はこう副業という形でされてらっしゃるんですけど、ゆくゆくこう本業でやられてる正社員の、まあ、会社勤めを辞めて今されてるところで独立しようとかそういう発想っていうのはなかったんですか？ゆくゆくはやっぱりフリーランスとして会社勤めじゃない自由な働き方を目指してはいますね。実は自分の父親もフリーランスでずっと働いてます。 なのでフリーランスの厳しさありながら自由さみたいなのを身近で見てきたつもりなので、そこはやっぱり目指してますね。まあ、お父さんがそうということであればね、やっぱりこう見本が近くにあると分かりやすいです
ね。そうですね。じゃあ中島さん、ちなみにですね、うちはお掃除のお仕事をこう展開するフランチャイズの本部になるんですけど、フランチャイズという働き方についてはどう思われますか？お掃除の業界だけじゃなく、いろんな業界フランチャイズってやっぱあると思うので、すごい選択肢としてはいいのかなというふうに思いますね。ありがとうございます。ぜひ中島さんの選択肢に入った時には説明会にお越しいただければと思います。ぜひ参加よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、副業されていらっしゃる中島さんにご登場いただきました。中島さん、本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今回の動画を見ていただいてですね、よかったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ということで今回もゴリピーでした。ありがとうございました。